外国から来た生き物である外来生物が現在問題になっています。中でも大きな影響を及ぼすものは法律で特定外来生物に指定されており、飼育や栽培などが禁止されています。特定外来生物にはセアカゴケグモやヒアリなど人の体に影響を及ぼすものもいます。福岡の生き物を守るためにも外来生物を入れない、捨てない、広げないことが大切なんだね。